はい、どうもこちらです。今回はトレクルのすごいですホール研究アイランド特別編ということで、なんか第2弾になっちゃってますけど、弾いていきたいと思います。ちょっと第1弾で弾こうと思ってたのでさ、ちょっともういいよ、しょうがない。第1弾でちょっと両方狙いたかったんですけど、ちょっとね、俺まだね第2弾のキャラ見てないんだけどさ、まあいいよね。四季三時持ってないし、ダカリも持ってない、ルキアンダイス持ってない、でドフラミンゴ持ってってるんだけど、ジャッジも、進化前欲しいし、ハンコック持ってない、マゼラン持ってる、フォーディジョーンズ。だからマゼラン、フォーディジョーンズ、ドフラミンゴ以外だったらいいというわけですね。で、あと、この辺なんだよな、この辺なんだよ、この辺のキャラ。これ全部出ないじゃん。全部出ないじゃん、これ。もうガチャ券、ただのガチャ券。まあ、確率アップなだけだよね。大福とかクラックもだから出るは出るんだよね。うわぁ、全部出るとき引きたかったなぁ。でも逆に全部出るときの方が逆に当たんなかったりとかする可能性あるよね。逆にね。逆に。なのでちょっともう今回引きたいと思います。うん。で、課金はちょっとね、わかんない。場合によってという感じです。で、今回も、キャラ評価を先にするので、ガチャ動画だけ見たいよという方は飛ばしてください。うん。あの、いつもの感じで行くんで。で、これさ、2000円とさ、これ120円はなんか課金してもいい気はするんだよね。45個分でしょ？ちょ、5000円はちょっとなんか、ね、っていう感じなんだけど。うん、聞いてもいいかなと思ってます。うわ、どうしようかな。2120円だけね、課金するかもしれないって感じです。ちょっと、引き状況によるね。うん、何を引いたかによりますね。結局のところね。はい、ということで、評価いきたいと思います。まだ全然評価見てないので、評価とか評価じゃないか、キャラの、性能見てないので、完全に俺の今の主観という感じになります。なので、キャラの相性とか、まあ今俺の頭の中に入ってるキャラだけでの相性とかで見るんで、ちょっと、なんだろう、全部把握しきれてない可能性はあるんで、ご了承ください。はい。ということで、いきます。この辺から行こうか。あ、じゃあ、3時はもう、もう評価したから、悲しませるな、はい、ちょっと。はい、こっちから。スムージー。もうこれさ、ビッグマムのさ、あの、イベントあんじゃん。あの時にこいつめっちゃ強いからすげえ嫌なんだけど。はい、いきます。すべての毒状態は回復、一味の痺れ、やけど風、やけど？やけど？やけどなんてないじゃないですか、今まで。まあ、新しい君が出るということでしょうかね。はい。毒状態、一味の痺れ、やけど、封じ戦直後、まあ、いろいろ回復してくれますよ、という感じですね。で、隣接スロットを、隣接スロットを持続性に変換スロットを3回転に行きます。って感じだよね。うん。まあ、その、やけどっていうのと、まあ、ギミック解除キャラとしてどこまでっていうところはあるんだよね。結局さ、あの、攻撃ダウンとか、2個3個だったらさ、まあ、2個かな。ぐらいだったらめちゃくちゃ適正の時ってあるじゃん。だけど、ここまでいっぱいあると結局どれかが無駄になるような効果みたいのが多いので、それだったら2個3個ぐらいのギミック解除にして、ターン数早くするとか、なんかもうちょっと複合効果を充実してくれた方が良かったかなと思います。ただまあ今後、まあ新キャラにはなるので、まあ適正なところは出てくるかなと。まあ火傷は特にね、あの、このキャラだけだと思うので、まあ出てくるかなというところはありますけど、もうちょっとなんか、うん、複合があったらよかったかなとかは思います。うん、あと1メートル5000ってどうなんだろうね、5000って、うん。ちょっとわかんないけど。うん。まあただ、火傷が入ってるんで、うん、使えそうですね。あと、まあ炭素の話したけど、十分早そうだしね、これね。スキルマだって12とかでしょ、どうせ。11とか。うん。なので早いとは思うので、使えそうではありますね。うん。はい、という感じですかね。てか、強いね、これ。ガチャなのに。ガチャなのに 3.5 倍でターン終了時に、ね、500だよ。ガチャなのにっていうか、ガチャゲンなのにってことね。強いよね、これね。まあ、ただ、最初の3体にバレたかかないっていうところはありますけどね。うん。まあ、強いと思います。はい。ぜひ欲しいですね、スムージー。はい。ペロスペロ。一旦固定の 10% 減らしの、下ターン短縮。で、一旦の間、力技属属性の通常攻撃による属対象の影響がかなり大きくなる。これどう？今までタイプとか属性の
まあ独裁者の影響を大きくするみたいなのあったんですけど、3つでしょこれ。力技速でしょ。どうなんだろうな。例えばめっちゃこれが、発動ターンが早くて、まあ、3回と5回両方使いますよみたいな時にはいいよね。ただなんか敵が複数出てくるみたいなパターンの時って大抵その体力が分散されて低いじゃないですか。だから第3エアが必要ないっていう時が結構多い。ただまあ、タイプ強化とか、あとスロットエンハンスすると、ちょっと、割り込み行動しますよ、みたいな的には、もちろんいいと思います。代わりになるんでね。うん。あ、ちょっとこれどうかわかんないな。どうかわかんないけど強いとは思います。うん。どうなんだろうな。三属性でしょ。逆に、相手が力の時は技は逆に下がっちゃうわけなんでね。どうなんだろうな、これ。ちょっとこれ評価難しいですね。まあ、スキルマンのタンスによるかな。めちゃくちゃ速ければさ、それはいいよね。ってことになるんで。巻き戻しもまあ、解除という感じですね。でも強そうだよな、普通にな。そして、これ強いね。コスト50以上。だから決戦含むよってことでしょ。これ十分強いですね。しかも、ノーマル、もう、タップ条件とかなしで 3.5 なので、普通に強いね。トレジャーマップとかは全然使えそうなキャラですね。どうなんだろうな、これ、サボーシーとかでいけんのかな？使えそうだけどね。使えそうだけど、なんかレギュラーになりそうな感じはしないけどな、っていう感じです。はい。アマンドはもう、アマンドはね、前から出てますからね。はい。シャーロットプリン。プリも出てますからね。あ、これだけ？あ、そっか。確率アップだけしか出てないのか。あ、だから後の2体が、ダイフとか、評価できない。できない。まあ、当てりゃいいのか。出るよね、多分ね。確率アップって書いてあると思っちゃうけね。まあ、出るは出るんだよね、多分。はい、していきたいと思います。で、今回、レア4以上確定だっけ？どうだっけ？書いてないってことは違うのかな？あれ、確定じゃないんだっけ？違うっぽいな。まあ、いいや、引いていきたいと思います。とりあえず金以上が出ればっていう感じですね。はい、お願いします。ちょっとこの動画では3回ぐらい引ければいいけどね。30連ぐらいね。はい、お願いします。出てください。ビッグマム出ても全然いいからね。だってもうフェス限2倍ですから。よし、フェス限2倍ですから。2倍ですから。最近全然フェス限ね、いいの当たってないからお願いしますよ。この前はルッツとか出た。あ、言う、持ってないよ。地味に持ってないですね。もう効果忘れちゃったよ。ちょっと微妙かな。ちょっと微妙かな。今体力 10% から、まあ、体力全回復。まあこれ強いね。10% 以下。まあ四季とかね、使えばいいんだけど。まあ四季用のキャラって感じですね。はい。てかさ、四季の時さ、俺評価しなくない？よく考えたら。してないよね、評価ね。ガチャどうか出してないんで。ない気がする。あ、次ぐらいかな。ビッグマム、ルフィオンです。この辺。ルフィオンですとかでも全然。あー、持ってないけどさ。持ってないけど。いらない。いらないよ。サボーシーとかで使えるのかな。どうなんだろうな。サボーシーでも力スロット得意だったら知ってくれないもんね。そうだよね。どうですか？どうですか？これは。いいんですか？なんか微妙な気がしますね。はい、ちょっとスライドしていいんだよ、全然。スッて。金から赤に変わるパターン全然いいんですよ。モリアはもういいよ。モリアも強いけどね。あ、これは最近当たりましたね。持ってなかったんですけど。これも持ってます。ほぼ被り。インディゴ以外。これ、え、最、もうこれが来たっていうパターンでしょ、これは。おー。おー、そう来る。そう来ます。持ってんだよな。持ってんだよ、これ。酒場にいるキャラ確定でございます。はい。うわ、てか、ちょっと評価長すぎて動画長いな。ちょっとここできるかも。20連できるかも。30連目でも引こうかどうしようか迷うんだよな。結局ここで出ればもう引かないから。言うたら。赤髪確定でも。ビッグマン出たらもう、それは引かないからね。
多分とか言って欲深いからね、人間ね、聞くかもしれないですけど、お願いします。赤が出てほしいんです。今回はいつもなんか金でいいよとか言ってるけどさ、うわー、もうそういう時に限ってね、これも楽しみないじゃないですか。変わればいいけど、仲間になれ。ん、このブルックは、え、何のブルックこれ、え、結構前のブルックだよね、あのペトロと一緒に出た時だっけ。あれ、これいつのブルックこれ、あれあったっけ、こんなブルックも忘れちゃったよ。あ、そうだよね、なんかだいぶ前だよねこれ、2回3回ぐらい前だよね、びっくりしたわ。え、フェスゲンとかと思って、めっちゃ古いな。あ、ちょっと赤に変わってくれて全然いいですからね。スッと、めっちゃブルック出るな。さっき20周年ブルックが出たしね。ちょっとお願いしますよ。全然スッてこないじゃん。あの演出欲しいな。え、あ、これ進化王か。あー、この波ももう持ってるんですよね。お、いいよ、持ってないですよ。うん、いいね、いいです、いいです、これはいいです。しびれ4ターンが入ってるんでいいです。ダメ近くも入ってる、いいっす、これは。ありがとうございます。また赤来てくれてもいいんですよ。来ないよね。あ、坂場にいるキャラ確定だからね。あー、まあ赤でもいいのか。よっしゃー、来た。うん、1体持ってきたかった。1体とか、まあ1体いればいいんだけどね、トルクの場合はね。はい、ということで、ちょっと動画が長いんでここで切ります。ちょっと第2弾というかリベンジはすると思います、この状況だとね。はい、ということで、またリベンジ出すんで、また見てね。バイバーイ、またね。